ダイソーの印鑑ケースを利用した充電型バッテリー、これは愛天堂さんのモジュールですね。リチウムイオン電池の充電回路です。で、これはミニ USB ですね。はい、ここにスイッチが入ります。そしてこれがダイソーやなんかで売っている炭酸2本のスマホ充電器かなんかの、5ボルトに変換する DC-DC モジュールですね。これがちょうど入ります。ここにね、そしてここにスイッチが入ります。スイッチはここから出てきます。まだ USB の穴を開けてないんですが、そうですね、ここに USB が出てきますね。この USB が、そしてこっちのミニ USB は5ボルト出力のこれですね。これはね、1アンペアぐらい、5ボルト1アンペアの、よく秋葉原で売っている5ボルト電源ですね。それで、愛天さんの充電モジュールがここにカポッとはまります。で、ここに、満充電になると LED の赤がつきます。で、ここに穴を開けます。あと、こことこの USB の穴とこの USB の穴、それからこのミニ USB の穴をこの裏側に出します。この辺ですね。電池は前回使った MAX パワーのこの電池の、これは3.7 ボルト4500ミリのリチウムイオンのバッテリーですが、5200ミリだったかな、のリチウムイオンバッテリーが1280円ぐらいで売ってるので、それはちょっと厚みがあるのでこのケースには入れられなかったんですが、こちらのケースでは厚みが1センチぐらいありますので、で、蓋も少しへこんでいるので十分入ると思います。これで、バッテリー製作最後のやつを作ります。5200ミリぐらいにするとスマホに3台は充電できると思いますので、Wi-Fi 機器や、そうですね、携帯3つぐらい充電できるんじゃないですかね。完成を楽しみにしてください。以上。